はい、皆さんこんばんは、ホルキンです。インコです。今日はこのオーライト H25 と H35 の比較照射テストやります。同じヘッドライトです。はい、はい、行きましょう。まずは H25、 これはハイです。一番明るいです。マックス25のた、ハイは800ルーメンズですよね。はい、はい、では35変動して、35はハイは1500ルーメンズです。約2倍ですけど、なんか範囲が広いです。広いですね、とても。タイプが違うかな。色も同じのニュートラルライトですね。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ではまた25度テッドを照らします。800ルームスですけど、まあ見えます。見えます。はい、全体的に見えます。うん、すごいですね。はい、はい、また水面のところを照らします。今は25です。とても、見えます。はい、で35です。35、集中してないのであまり照らせないんですね。今まで。こっちの方が。こんな状態です。はい。しましょう。左は25で、右は35です。35の方が広いですね。光量も高いですし。ここは集中してます。はい、はい、大丈夫ですか。はい、では消灯します。